半マイル先生です。月曜日ですね。今日バイナリーオプション休みで27日まで休みですね。今週それでですね、まあ一応シグナルがこれ出まして、これ負けですね。これも負け1回で、ここで勝って、1勝2敗ですね。これ2回負けたんでね、これまだ投資してないですよ、休みなんでね。でこちらの渋谷の2つだけですね、出てるのはね。ということでね、 65.7% と 60% で結構ひどいですね。いいのがないっていう感じですね。GPP ですね。65% ぐらいで見た方がいいのかな。まあそんなことで、76% だな。あ、そんなこんな感じですね。CHFJP は